皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、初めての自宅教室業で満員御礼、私が実際にやってきた集客方法をお教えしますというテーマでお伝えしてみたいと思います。私はいろんなところでセミナーとかやっているわけなんですけれども、そのセミナーの中でですね、当然その経験があって、今、もう一段階こうステップアップするためにより高度な集客の方法を知りたいっていうタイプの先生と、全くもう初めての状態で、これからどうしていっていいかわからないで手探りの状態っていう、そういう方もいらっしゃると思うので、最近ちょっとそういったこう初心者の方と会う機会が増えてきたので、ちょっと私もですね、初心に帰って自分がどうだったかっていうことを思い出して、で私自身がどうしてきたかっていうことと、あとそれは一体どういうことに活用できるかっていう、原理原則に近い状態の話も含めてですね、実際にコンサルをしてきて、ゼロからの人とかも当然コンサルをしてきているので、そういう人たちから見てどうやればこう脱出してうまくいくかみたいな、そのお話をちょっと2本立てっていうか2段階でね、お話をできればなっていうふうに思っておりますので、お付き合いください。はい、そうしましたらですね、本題に入りたいと思います。私がですね、自宅教室業で、開業した背景っていうのは、サラリーマン時代が、22年あって、その後自宅教室業ということでパン教室を選んで開業しているんですけれども、そのパン教室業を自宅教室業の中でなぜ選んだのかっていうのは、私のその前の最後の会社辞めた前職が、日本ニーダーというパンのコネキを売る会社の事業部長だったからっていうことが一番大きいんですね。事業部長兼営業部長っていう形だったんですけれども、でたくさんの先生のところを回りました。多分100以上ですね。でそこでいろんなこう皆さん先生たちが、手ごねの方がもちろん多いんですけれども、機械ごねでやるときに、いろんな機械を使ってやっていってっていうところで、じゃあうちの機械だとどういうふうに導入できそうかって、そういう話をしていく中で、悩み相談とかされるようになって、でもうほぼほぼ皆さんが共通している悩みのもうベストワンというか、ワーストワンと言えばいいでしょうか、ベストワンというか、どう言っていいのかあれですけれどもね、がやはり集客だったんですね、テーマが。でそれをお話をして聞いているうちに、こういうふうにしたらもしかしたらうまくいくんじゃないか、当時私はサラリーマンで自営業ではなかったの でその話をして、大概皆さんがうまくいった、当然そうすると感謝をされる。で、そういったコンサルが全然いるような時代ではなかったので、女性のコンサルタントがいると相談しやすくて嬉しいって言われたのがきっかけでコンサルになろうと思った。今現在私そうなってるんですけれども、それがきっかけだった。でそのためには自分がやっぱり教室業をやってからの方がいいよねっていうことで立ち上げたのが私のパン教室です。当然やるからには本気でやりますので、当時ではまだそんなにウェブ集客、ネット集客をガンガンにやってる先生っていうのはほとんどいない状態で、私が師匠として会員に入った先生っていうのが、ネット集客のコンサルタントで平賀正彦先生っていう方のところに入って、ほぼほぼ男性がたくさんいる物販を中心に教えてる先生だったんですけど、ネット集客に長けているっていうことと、あと書籍を 3,4 冊読んで、語り口がすごくジェントルマンでお優しい感じと、あと実際に動画とかも見て、あ、雰囲気のいい先生だなと思って、ガツガツゴリゴリしてるタイプの方っていうのが私苦手だったので、あ、この先生なら良さそうと思って、それで入って習うことにしたんですね。でその時に、ネット集客っていうのも全然分からず、どういう状況からやる、当時はブログ集客とか、ホームページからの集客っていうのがベースだったんですけれども、それをするために何をしたらいいのかっていうね、そういうことから学んでいった
1年間だったんです。独立自営する前の1年前からコンサルタントについてお勉強をしていたっていうのが私の背景ですね。でその時に何を一番最初にやったかっていうと、いわゆる今で言うと USP と呼ばれる、独自の売りと呼ばれるものですね。それをどうやら構築しないと、ホームページを作っても人が来ないらしいっていうことが分かったので、今で言う私のクライアントさんにお願いしている、ホームページを軸にした集客っていう部分においての、コンセプト設計ですね、どんな人に何を提供する教室にするのか、それを見極めて調査をして作っている教室っていうのが当時ほとんどなかったんですよね。まずもちろんできている方もいらっしゃいました、いらっしゃったんですけど、当時の教室業っていう背景は大抵の方が例えばパンが好きだからそれを趣味を仕事にできたらいいな、教えるとみんなが喜んでくれるから近所のママ友からスタートしようとか、そういう方たちがほとんど多かった。もちろん最初から授業としてガンガンやってる先生もいらっしゃいました。少ないですけどね、パーセンテージでいうと 5% 以下だったんじゃないかなと思いました。だから私が、異業種、ビジネス畑の人間がパン教室をやったにしても、インターネットを主軸に募集をかけていけば、うまくいく可能性高いと思ったので、それでネット集客っていうもので取り組んだので、近所の人を呼ぶとか、そもそも近所付き合いっていうのがそういうママ友とか別にいなかったですからね。子供もいなかったし、会社勤めほぼ夜11時とかに帰ってくるような生活をしてたので、そんなにこう近所の方がパン教室やったの行くわっていうような付き合いは特にしていなかったので、私の友人とかにも別にパン教室やったから来てねっていうのは特に声はかけていない。普通にネット集客でも新規の方を募集するっていうふうに決めた時に、全国から集客をしようっていうふうに考えていたので、そうすると全国で見たとしても、通いたいような当時にはなかった教室作りっていうところで、私の技能と技術と知識と皆さんが知りたがってるものっていうところで作ったのが、7つの天然工房を教えるパン教室っていうものを作ったんですよね。だからまず一番最初にやったのが、コンセプト設計です。今の方が大変です。今私いろんなゼロからの人とかも見たりしてアドバイスをすることはあるんですが、結局他と全く同じだとその人の教室に行く理由がなくなってしまうので、教室が増えた場合には当然その他との差別化を分かりやすく、すごく技術がある必要も別にないんですよ。あった方がいいですけど、例えばなくても逆にそのここのね、敷居の高い先生のところには行けないから、もっと自分に寄り添って優しく教えてくれる超初心者のための教室とかっていう、そんなにベタな感じじゃなくて、もっと実際は細かく考えるんですけれども、そういう教室作りっていうのもあり得るわけですよね。ですからすごく多様化してきたなっていう、ここ10年見てて思ってることがすごく多様化してきたな。都合教室業っていう編成を見てるのは、そのパンニーダーを販売していた6年も含めると16年私見てることになってるので、結構教室業いろいろと変遷してきてるなっていう感覚ですね。だから一番最初にやんなきゃいけなかったのが、まずコンセプト設計です。これが弱いと、どんなにSNS を駆使して頑張って集客をしたとしても人は来ないです。だからコンセプト設計が弱い方は、まずそこをやり直すことが集客をするその前に必要ということになります。コンセプト設計って一言で言ってしまうと、誰に何を教える教室なのかって、この特に誰っていう部分がすごく大事で、この誰相当細かく設定して、その周辺の人が来ることにはなるんですけれども、その人が喜ぶであろう講座を作るっていうことになりますので、当時私が設定して書き出した、いわゆるマーケティング用語で言うとペルソナーっていうんですけど、その
方の特徴は50から100は書き出していて、でその人たちならどういう講座なら喜ぶか、もちろん7つの丁寧工房を教えるっていうのは軸にはするんですけどね。なぜそれを選んだかっていうと、イーストをやってる人がそこそこ増えてきていて、丁寧工房の扱い方がわからないって言ってる人が多かったのと、丁寧工房初めてね、私も味わった、一番最初に味わったの白神児玉工房だったんですけど、白神児玉工房の柔らかいそのパンの、初めてねふわふわのパンを自分で作った感動っていうのは今でも忘れてないです。それぐらいインパクト大きかったですね。もちろんその後イーストとかもやったりとかいろいろたくさんやったりとかねしてるんですけれども、味わいか噛んだ時の粉の味をすごい感じるパンっていうのを自分でこういうの作れるんだって思ってすごい感動したのが一番最初のソフトフランスっていうパンなんですけどね。白神児玉工房のオレンジピールが入ったタイプ のパンもすごい好きなんですが、まあ、とにかく美味しかった記憶があって、仕事一筋で生きてきた私がパン作りをするなんてぐらいの衝撃ですけど、パンは科学なのでそういう意味で面白いなというふうに思ってやってました。なのでそのちょっと中間層のところを最初から狙いに行ってるので、イースト卒業天然酵母初心者だけど、どの工房が自分が好きかわからない7つの工房を同時に試せるって、他になかった教室で、私がその教室にあったら習いたかった、結局全部バラバラの教室で習いに行ったので、なので先生とかも開業当初5割ぐらいいらっしゃってましたね。はい。でじゃあ実際にそういうコンセプト、強いコンセプト、競合他社リサーチ、近所の教室、綱島なんですけど、私が横浜パン教室、天然工房とか綱島とか、それで出てくる教室を全部ホームページとか片っ端から見ていったんですけど、ほとんどがアメブロでしたね。当時はホームページをきちんと持ってる先生ものすごく少なかったです。まずそこでちゃんと私がホームページを作って上位に行けば見てもらえる確率が高いだろうって思った、賞賛があるとまずは思いました。でアメブロ集客も当時流行っていたので、自分のホームページをいきなり作っても見つけてもらうことができないので、アメブロで、見つけてもらうっていう、この2つを同時に動かすっていうことでやっていたんですけれども、アメブロもだからテンプレートがあんまりよろしくなかったので、本を買ってアメブロカスタマイズの本を買って、その中のテンプレートで CSS って言って、どういうふうにレイアウト変えるかっていうのをコードで書いてあるの、それをコピーをしてですね、それで作って、初めて作った時2週間かかったかな、確かアメブロのカスタマイズですね。それが何のためにカスタマイズしたかっていうと、皆さんがテンプレートを使っていて、しかも広告とかが横とかにいろいろいっぱいガチャガチャ貼られてて、すごい見にくいホームページというかブログが多かったので、読みやすいページでかつ目立つ内容で、あとコンテンツ書いていくブログの内容が良ければファンがつくっていうふうに思ってたし、そういうふうに師匠からも言われてましたので、ブログ集客っていうことで私はもともと取り組んだ人です。でブログ集客って言ってもただブログ書けばいいわけではなくて、今はもっとコンテンツブログを書くっていうのは大変になってますけど、当時一番気をつけてたのは、今でももちろん気をつけてますけど、検索対策上は、キーワードが入ったタイトルですね、やっぱりそれでこうヒットすればそこを来てくれる、あと中身もそれに寄せたものとかが、検索されやすい。でそれで私を知ったきっかけでホームページを見てもらう。でホームページの方にはコース内容とかも写真とか分かりやすく説明文とか載っけてありましたので、写真見ただけで申し込みをされた方も、まあ、これは後日談ですけどいらっしゃるので、写真も非常に重要だなというふうに思っていて、これは私のビジュアルマーケティングって言っているものの走りになるんですけれども、その写真を撮る技術はもともと持っていた、20年間ぐらい写真を習って自分も実際に撮っていたので、そこは始める上ではすごく有利だったなと思います。ホームページの写真200点ぐらい業者さんとかにね途中で渡したりしたんですけれども、最初は自分で作ったんですけど、フレームは知人に作ってもらって、中身の構築は全部自分でやったんですが、その後リニューアルするときに業者さんに写真230枚渡したときに、
これ全部プロに取ってもらったんですか、ものすごい金額になりますからね、なってますか、いやいや自分で取ってますっていう、まあこれぐらいクオリティが高いと作る方も楽でいいですと言われた記憶があります。ですので写真ももちろんできないよりはできた方がいいだろうということで、フォトレッスンとかもやっているっていうのが私の背景になってるんですけどね。ですのでまず2本立てです、ホームページとブログっていうか、でしかもブログ集客は地味にコツコツ、地味にコツコツです、毎日書きました。だいたい1000文字ぐらいは書いてって言われてたので、毎日1000文字、今はだいたい3000文字ぐらいじゃないと目立たないので3000文字ぐらいになってるんですけれども、でそれを書いてるうちに、まあ、とにかくお客様が喜ぶように喜ぶようにっていうことを言われていたので、パン教室に来てもらう人が喜ぶ知識ってなんだろうっていうと、やっぱり普通にパン作りの工程だったりとか、あとは工房の話とか、あと道具の話とか、まあそういうものを中心に自分が実際に知ってる知識とか、あと実験してきた話とかをずっと書いてました。特に道具の巻きとかだと、オーブンのレポートを詳細に書くと、パンとかお菓子の方っていうのは非常にありがたがってコメントとかいただけたりとかしていて、まあまだ会社員だったんで復縁の状態でずっとブログ書いてたんですけれども、会社を辞めた8月の段階で、5月からずっと書き続けてて、8月で会社辞めた後に顔出しができるようになって、でその後も、ウェブの学校行って勉強していたので、その間もずっとブログを書き続けていて、1月生を募集するのを10月からですね、募集をかけて体験会とかも学校以外のところ、学校週5日行って、残りの2日間のうちのどっちかで体験会をやって、6回か7回開催しましたかね、体験会を。でその体験会に来る集客はブログの読者です。当時500人ぐらいいたので、それをまあいろんな先生とかも読んでたりとか、普通の方も読んでたりしたんですが、こういうね教室を立ち上げます、こういう講座をやりますっていうのをご案内して、体験会に皆さん来ていただいて、体験会来ない方もいらっしゃいましたけれども、それでもう予約をいただいたので、1月オープンでほぼ9割以上埋めてスタートですね。6ヶ月分のご入金ですから、百何十万ご入金皆さんからいただいてスタートすることができたので、あ、教室業なんとかやっていけそうだよねって思ったのが私の一番最初の集客のやり方です。ですから即効性があるものっていうのは確かにあると思うんですけれども、基本私は長期スパンで考えていて、ブログもですね、書けば書くほど財産になります。その URL を見て、何年も前のですよ、私が書いた例えば米粉の記事とかいろいろあるんですけれども、それを見てやっぱり教室に飛んできて、で申し込みが入る。余談ですけど、私コンサル1本になってから4年くらいになるんですけど、パン教室のホームページって皆さんに見せる見本としてまだずっと取ってあるんですよね。そうすると私集客はかけてないです。だけど過去の記事が私のその動線というか、リンク飛ばす部分で非常に役に立っているので、今でも2月に1遍ぐらいは新規で予約が入ってきます。入ってくるのを断ってるんですけどね、全部コンサルやってて、パン教室やってないからです。だから自動集客をしたかったのでホームページを作っていたっていうのが、私がホームページを作る一番のきっかけと、ブログをそんだけたくさん書いていたっていうのは、他の SNS、 例えばインスタグラムとかフェイスブックとかツイッターとかいろいろあるんですけど、これは流れるメディアっていう種類のものになるので、書いていくと全部こう下に流れていっちゃうんですよね。でそれが溜まっていかないので、書いたら書いた分、その1記事で人を集客できる、まあそれぐらい集客できるようにこうお役立ちになる情報を必死に探しながら、1記事4時間とかかけて書いたこともあります。文献とか調べながら書くのもあったんで、それぐらい、まあ、ブログ1本でほぼ集客をしていたので、ブログ集客が私の原点ですね。途中から YouTube 入れ始めました。今 YouTube だいぶ皆さんやるようになってますけど、動画を使ったりとか、当時はほとんど動画を撮るという習慣がある人いなかったし、しかも YouTube にアップするっていう人もほとんどいない状態でガンガン YouTube アップしてたんで、多分そういう意味でも
目立つ人だったんじゃないかなっていうふうに思いました。ですから企業当初はもちろんすぐにね集めたいのも分かるんですが、人って信頼をしないとその先生のところに行かないんですね。で、信頼構築っていうのはその書いているブログとか発信している言葉とかインスタでもいいんですけど、とにかく毎日地道に発信してるかどうかも結構見られてたりするんですよね。で、その先生の思想が好きとか、その先生の作品が好きとかで、ファン化した状態でこういうレッスンやりますよっていうと初めて人が来る。このメカニズムはですね、10年経っても変わらないですね。基本的にはツールとしては、今私ステップメールっていうメルマガが毎日とか2日に一遍流れていく、こちらの中でファンが作られていくっていうのは実際にやってるけど、長期戦で一瞬でこうパッと集める人っていうのはその一瞬だけの信用になるので長続きしないケースが多いですよね。やっぱり地味に長く発信していて、それを読んでくれて、あ、この先生いいかもって来てくれる方とはすごく長く関係性が続くケースが多いです。私の今のコンサルのケースでいうと、メルマガ1年以上読んだ方、1年から2年読んだ方がだいたいコンサルを依頼されるケースが多いです。なので長期スパンで私はもともと考えているので、それに見合う量の、こういった動画もそうですけれども、たくさん量産している。で、その中のどれかで感情の機微に引っかかったりとか、あ、この人いいなって思った人が徐々に私に近づいていく、ワンデーセミナーに来るとか、何かのねきっかけで私と出会うことがあって、その時に実際に生で話をするとか、そういう触れ合いの機会があって初めて本講座みたいなのにお申し込みが入るっていう、そういう状況なので、いきなり例えばブログでですね、こういう講座やります、教室オープンしましたっていうのだと人は信じないし来ないから、その下準備的なもので、まず自分の自己開示っていうことプラス、やっぱ専門家としての立ち位置と、あと考え方、製パンの理論とか、パンとかだったらですよ、自分の切り口で語っていくっていう、それを上げていく、そしてファンをつけていく。だから当然露出が多くないと当初はきついので、露出を増やすためにいろんな媒体を使ったりとかっていうのもする必要がある場合もあると思います。今の世の中はっていうことですね。ですから私自身もそういうふうにやってきたし、私のクライアントさんも、そういう地道な形の取り組みから、まずはホームページをどっしりきちんと作って、そこに集客をかけていくっていうやり方を皆さんやってもらってると、1年2年3年って年数が経つごとに集客が楽になっていきます。はい、その形をもともとモデルで組みたかったので、だからずっとずっと集客頑張んなきゃいけないモデルを組んでしまってる人は、どこかでそれを切り替えないと大変です、辛いです。だから私は毎回毎回集客するのが嫌だったのでコース制を敷いたので、6ヶ月1回で6ヶ月入るような仕組みを作りました。で、それをやることによって時間を作ることができるから、もっとよりいい講座を作ってっていうことができたので、よりいい講座を作ればそれはまた皆さんにとっていい内容になっているからヒットするっていうことで、また満席になったりとか、基本は望まれるものをまず作る必要があるので、リサーチ能力ですね。で、それに対してこちらが作るコンテンツ能力、そしてそれを発信する力、この3つが整って集客ってすごくしやすい状態になるので、開業当初の方がまず一番最初に目指してほしいのはファン作りということは、認知度ですね、知ってもらう。で、その知ってもらうにしても何者なのかっていうのは、ちょっと変わってる人の方がね、変わってるっていうのが他の教室と何かが違ってて魅力的で面白いと呼ばれる切り口で発信していく必要があるので、これをやった上で、実際の本当に来てほしい講座を集客かけていく。それまではね、ひたすら、お客様が知りたいこと、自分の未来の生徒さんが知りたいことをリサーチリサーチアップして回答アップして回答、もうこれの繰り返しですね。それをやるうちに信頼されて、あ、この先生に習いたいなって思って来てもらえる状況を作ることができます。はい、
ということでまとめますと、初めての自宅教室業で満員御礼、私が実際にやってきた集客方法はということについてですが、まずブログ集客でした、当時はね。そして、それの根底になっている考え方は、認知度アップ、信頼度獲得、信頼獲得、ここを中心にやっていくために毎日何かしらの発信をするという継続力と実践力、このあたりを持っていただくと、だいぶ当初の頃の教室運営がうまくいくんじゃなかろうかというふうに思いますので、ぜひご参考にしてみてください。それでは。